毎度お世話になっております。赤津草原の奇跡実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。まあまあ早い。はい、というわけで第17章戦闘マップですね。進撃選択以外の準備は終わらせていますので、今回のイカれたメンバーを選出していきますか。まずは俺の嫁三重士を連れていこう。イレース、マーシャ、バルケ先生で、あとは回復要員としてミスト、あと第二夫人のフォルカ、ステラ、ネフェニー、あと二人はジルかな。ジルのレベルを上げたいからジルを連れて行って、マカロフ正直微妙なんだけど、強くなるの俺の中でこいつはチャオズなんだけど、チャオズとヤムチャなんだけど、足して2で割ったような存在なんだけど、使えんの本当に。正直ね、マカロフを入れる枠を別のキャラにしたいんだけど。いや、使い潰すとか言ってたけどさ、前回無抵抗の弓使いと新刊をただひたすら殴ってただけっていうね、邪魔だったわ。とにかく他の人入れたかったわ、ティアマトさんとかじゃあラストはセネリオかな。セネリオでいきましょう。で、持ち物なんだけど、アイクはこうなってます。聖水を4本持たせてます。これは魔法使いが多いって前回のインターミッションで聞いたんで、仲間のところに行って聖水をぶっかける係をアイクにやってもらおうと思って聖水を持たせてます。で、鋼の剣を大量に持たせてますが、アイクが使うのは鉄の剣だけ。この鋼の剣はバルケ先生用のです。言ってみればアイクはバルケ先生のゴルフバッグみたいな感じですね。バルケ先生の鋼の剣が折れたらアイクから鋼の剣を取り出して使うっていうような感じで運用していきます。で、ミストに関してはリライブ、リブロー、ライブ、あと魔法を使う敵がいるって聞いたからマジックシールドを持たせてますね。使うかどうかちょっと分かんないけどね、あまり敵に近づかせたくないし。で、イレスさんは賢者になって、なんかイレスさんのなんつうの、俺 SD っていうか 3D モデル、なんかすごい夜の女王みたいだよねめっちゃ持ってんだけど、ウィンドウ、サンダー、エルサンダーを持たせてますね。ウィンドウ、サンダー、エルサンダー、炎はねちょっと置いてきたわ、杖を入れたかったんで。で、ライブを持たせてますと。で、マーシャは鋼の槍2本とスレンドスピアと、あとクラスチェンジしたことで剣が使えるようになってんだよね。気づかなかったわ。なので鉄の剣をね、まあ今 E なんで鉄の剣持たせてます。あとはフルガードで、マーシャにはね特別な役目を仰せ使わせようと思ってるんで、ちょっと聖水を持たせてます。私にいい考えがある。で、フォルカは、まあフォルカもなんかバック的な役割を担わせようかなと思ってて、リライブとライブとアーマーキラー持つんですね。で、ステラさんは鋼の弓とキラー棒で、今回ねガトリーを使わないんで、ステラさんに騎士の守りを装備させてないね。ガトリーが装備してた、あ、ちょっと後で外しときます。で、セネリオは前とあんま変わってないかな、魔法を持たせてる。で、ネフェニーさんも鋼の槍をね2本、ちょっと本数足りないかなって思ってるんだけど、そんなに戦わないと思うし、ちょっと槍が不足してるかな、もうちょっと買った方がいいかなと思ったんだけど、まあいいか。で、バルケ先生はカティと鋼の剣と鉄の剣と銀の大剣持たせてますね。鋼の剣はアイクに入れてあるんで、いざという時は
アイクから取り出すっていう感じで。で、防具かていって、なんか、これさ、ちょっと今ここで装備できないんだけど、装備すると、守備力が3上がるんだね、これ。外したらさ、あの、プラス3っていうのが外れてたから、防具カティの効果だよね、多分。そうだよね。で、ジルは、鋼の槍と手槍と、あと、カリウ2を装備させてます。これね、元はね、鋼の槍。で、威力15、命中90、重量9にして、もうね、レベルアップ用の武器ですね。これを使って、ジルはちょっとレベルを上げてもらおうかなと思います。8000かかったわ。軍資金の3分の1持ってかれた。はい、こんな感じですね。なんかヌルヌルすると思いますけど、我慢してください。後でガトリーにちゃんと返しますんで。これで守備力が18。身持ちの硬い女になった。ラッキーボーイだぜ。よし、行くぞ。まずは、ここにキルソード持ってるやつがいるんで、このソーンバルケをマーシャでぬっ殺す。うわぁ1しか食らわねえ。ほっといてもいいくらいだわ。手ありないんだっけ。あ、鉄の剣ちょっと使う。あ、鉄の剣でいいな。いや、鋼の槍でやろう。ドーンだよ。あ、クソ、避けやがった。生意気な。あ、かっこいい。でもすげえ角がとんがってる。かっこいいな。くそ、よけやがったな、この野郎。おとなしくやられていればいいもの。じゃあこいつらの接近をあんまり許したくないから、ちょっとずつ進撃していこう。毒の剣とか持ってやがる。これアイクで釣るか。こうだね。そうだね。で、ミストちゃんが、マジックシールド使える。リブローの届く範囲で戦ってもらいたいんだけど。ここか。こいつらって特攻武器、ラグズソード、アーマーキラーか。こいつ釣りたいな。こいつを、ねえ、兄さんで。あ、釣れねえ。イレスさん意外と守備あんだよな。ラグズソードくらいだったら余裕で受けられそうだな。11しか食らわないしな。あ、ジルで釣ればいいや。ジルで釣ろう。鋼の槍でいいかな。うん。な感じで。ちょっとずつ前に、押して参ろう。あ、ホルカーいいな。ホルカー前でいいや。ちょっと、バルケ先生の近くに、アイク置きたいから、こういう感じで。まあ、ボストンバッグじゃない、ゴルフバッグだから、こんな感じかな。はい、お、来た来た。マーシャによる破壊と殺戮が始まる。
だけ別ゲーなんだけど、もう彼女一人でいいんじゃないかな。強すぎでしょ、弓の攻撃が。一発も当たんなかったぞ。これはやばいな。これはマーシャ来たな。よし、じゃあイレースさんでちょっと回復させるか。初のイレースライブ。よし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 。魔力が少ないからね、ちょっとイレースさんのライブどうかなって感じするんだけど、回復要因としてはちょっと魔力低いよね。お、いいねいいね。もうちょっとずつ前に行こうぜ。こいつら、わ、長弓の、しまった、長弓の射程距離に入ってしまった。確認してなかったぜ。エルウィンドウはまだ届かないよね。弓使いは早めにマーシャで処理しとかないかな。こいつはだけは許さん。お前を殺す。よし、長弓落としてほしいよな。一本しかないんだもん。でもステラさん使えないのか。おお。さらに速さを上げようというのか。誰も追いつけないよあなたには。どうしよう、このままマーシャをさ、中央に突貫させて全滅させることもできるんだよね。多分マーシャ止められるやついねえぞ今のこの状況で。ね、モブしかいないもん。ただそれはさ、さすがに他のキャラに経験値がいかなすぎるんで、ちょっと戻そう。敵をこうやって釣ってこう。で、釣られたやつをね、処理していく感じで。よしよしよし。ミストで回復させてあげたいけど、敵の射程距離入っちゃうのか。もうちょっと下に下ろせばよかったな。こんな感じ。うい。もうアニメーション切っていいかな、マーシャは。もう見ててもね、敵がゴミのように死んでいくだけだからね。装備外してやらないとこの辺のやつ全員死ぬな。いや、次、イレースさんのアニメーション見たいな。やめろ！無駄にその命を散らすな。マーシャの経験値はもういいんだ。でもクラスチェンジしても意外と入るよな。お、いい感じで釣られてきた。間抜けが。エルウィンドウでそれだもんね。魔法がちょっと低いけど。ん？うわー、増援！マジか！うわ、キルソ持ってる。ふざけやがって。ちょっと待って、キルソ持ちかならバルケ先生を使わざるを得ない。こいつは早く倒そう。あ、でもキルソ相手にバルケ先生ってやばいかな。普通に死んじゃうよな。大丈夫かな、死なないかな。死なないで先生、大丈夫かな。イレースさんで弱らせて、バルケ先生で取る。カージルかステラかって感じかな。ウィンドウ。2発撃てるやつはいないのか。あー、敵が、早い。14。これでバルケ先生か。あ、バルケ先生そっくり。エロい！そして、やばいな、もう夜の蝶だよ、これ。夜の蝶にしか見えないよ。イレースさん。イレースさん最高です。で、こいつは、ちょっと、経験、ソードマスターだよね、これ多分。あ、ほんと、ソードマスターだ。なら、ステラさんでちょっと撃って、キラー棒で殺せないかな。無理か。同じ命中率だったらキラー棒で、必殺ワンチャンかけるか。ワンチャン！くっそ。避けんじゃねえよ。避けると当たらないだろ？あんまり、
時間かけすぎると他のこの辺の鋼の剣持ってるやつも強いんだよな。ちょ待って、倒そう。遊んでる場合じゃねえ。一発で倒したい。銀の体験、よし。銀の体験食べよう。お、かっこいいな。クラウドの剣みたい。バスタードソードって感じ。お、バルケ先生初レベルアップだよね。マジか、バルケ先生この後に及んでさらに強くなります。力上げてきやがった。あと守備と魔法とかさ、一番欲しいところだよ先生。てか何気にこれちょっとやばくない？ハサミ打ち食らってんですけど、私。やばいな、ミストがやばいな。セネリオもやばいな。あ、やばいな、これ。ちょっと、引かせよう。引いて、エルウィンド、サンダー13、エルフィンド13、ウィンド11、サンダー！サンダー！糸に巻かれて死ぬんだよ。こいつはフォルカで取るか。で、アイクとジルで、ジルの下流セカンドだったら、うわぁ、いけるね。20。10減らせばいいから、アイクが鉄の剣で、あ、いいね。いい感じだ。ネフェニーさんでもいいけどね、取るんだったら。じゃ、こいつをネフェニーさんで取るか。ネフェニーさんじゃねえ、ジルで取るか。下流の力を喰らえ！さすが。星を見る人で最強の武器だけはある。ジル、ジル、ちょっとドラゴンナイトなのに力低すぎやせんか。低いよな。レベル13だからこんなもんか。これからバンバン上がっていくのかな。ちょっとね、力がなーって感じだよね。アイク、ほら、半分に減らして。で、これを、あ、ネフェニーさんは、あと1か。じゃ、手ありでも投げるか。うん、これだたら外れても経験値は入るもんね。よし、これでレベルアップ。むしろ外れてよかった。おいまた魔力か、お前ら。ちょっともう貴重な1レベルをさ、使えないところに回すのやめてくれます？いい加減俺も憤慨するわ勘弁してくれよ。ダメだって、それは。うわ、強え。死ぬじゃん。やばいな、これ。え、やばくね？こんな強いの？やばいな。マーシャで倒すしかないな。くそー。マーシャでは得たくないんだけど。鉄の剣でやるか。意外と強かったんだな。で、ここで、やっば、やばいな、これ。あ、やばいな。ズンズン来るぞ。エルウィンドウの射程からは出たい。ミストがやべえぞ、これ。セネリオもやべえぞ。鋼の槍っていくつ？ 25？ わー。速さは？これ、追撃食らうな。セネリオだったら大丈夫そうだけど。守備が3か。ミス、マーシャさんの回復よりも先にミスト逃がした方がいいけど、逃げ場がねえ。どうする、やばいぞこれ。ネフェニーとかイレスさんは大丈夫だけど、ここに逃げて待機。デフォ、これ意味ないな普通に撃たれるな。大丈夫かな。 AI が間抜けだったら
ミストを見逃すと思うんだけど。しまった。あ、毒攻撃か。レスト持ってきてないな。どう？まあ、そうなりますよね。うわあ！お！え？何今の？死んだと思ったのに。祈り？うわ、ちょ、痛えからお前。ふざけんなよ。ちょ、フォルカ、おわ、ちょっと、敵どんだけ出んだよ！今何？祈りか。ミストって祈りとか持ってた？あ、持ってる。あぶねえ。あぶねえ。マジで命救われたっていうか、敵多すぎ、ここ。やばいって。どうする？ちょっと、もう、シャレになってない。こいつらさっさ倒さんと。鋼。あー、倒しきれん。倒しきれんが、少しでも減らさんと。うわー、ちょっとなんか外しすぎじゃねえか、おめえら。頑張って当ててくれよ。きついこれ。やばいぞ。なんでこんな追い込まれてんだ。やばい。遠距離持ちのやつがめっちゃいるし。フォル、セネリオで、魔法で倒す。あ、ダメだ。セネリオじゃ、やりきれん。わあ、やばいな、これ。簡単なマップだと思ってたんだけど、突っ込まないといけなかったのか。後ろから来るなんて聞いてねえよ。うわ、なんでこんな外すの？ちょ。ちょ、待って。勘弁してください、ほんと。ほんと勘弁してください。やばいって、ほんとに。当ててくれ！おいどうなってんの？こんなに外す？何これ？マジか。当てろよ！頼むから。よし。こんだけ外してるからさ。すげえピンチなんだけど、俺。エルウィンドウ持ちを倒さないと、やばいぞ。手ありはまだいいとして。バルケ先生もまだ残ってる。バルケ先生にエルウィンドウを倒してもらおうか。頼むよ。頼むよ、先生。100%。無傷で倒したい。無傷は無理か。じゃあ、銀の体験だ。よし！ちょっともう、ここ、しばらく、先生は、銀の体験装備でいこう。じゃないときついわ。うわ、やばい。イレースもやばいんだって、ここは。こいつが、うわ、そっか、セネリオ無防備だ。どうする。剣士、レベル22の攻撃だと、セネリオは、一発は耐えられる？イレースさんの方がいいな、だったら。イレースさんの方が HP は高い。あ、しかも倒せる。ゾウ。倒すか。あ、だったら、ここから撃った方がいいね。イレースさんのエルサンダーで倒せる。サンダーでもいけるんじゃないか。あ、サンダーの方がいいね。よかった。あぶねえ！必殺！見れないか。なんとかなった。マーシャを突貫させるとかいう最初の作戦どこ行ったんだ立ち消えたぞ。こいつらもやばいんだよな。ちょっと逃がすか、ここまで。で、自分で癒して。ネフェニーさんは大丈夫かな？ちょっと待って。こいつの手ありは？あ、ミスまで届かないね。オッケー。じゃあ、
ここでアイクが防波堤になるか。倒す、こいつ倒しときたいな。早っ。いや、いいか、ジルか、ジルに経験値を上げよう。なので、ミストで、ミストで、ライブを打って、よし。で、バルケ先生がいるから、すごい安心感がある。アイクでちょっと、ぶっ飛ばす。いやー、マジミストの運が良かったな。祈りって絶対発動じゃないよね。そんな重いものを持ってても軽々とかわしてみせる先生、さすがです。先生と言われるだけはあるな。聞かんわ、聞くわ。だが大したことはない。おいおい、こいつ死んだぞ。うわー強よ。銀の体験通るね。アーマーナイトに。アーマーナイトってか、重歩兵か。よしよし、来い。あ、これ。うおお、怖え。ちょ、怖っ。よかった、あいつが。命中率というか素早さの低い下級ジョブで。毒で、おい、ちょっ、効きすぎだろ。毒で死ぬこともあんのかな。ぶっけしまったらこいつ早く倒して奪い取らないと。あー怖っ。いやー、ミストよかったね。生きながらえて。なんとかなりそうかな。ちょっとここに引きこ、まあ、最悪、マーシャがさ、誰かを抱えてここに逃げるっていう手もあるもんね。危険な時は、うん、アウターヘイブンに逃げ込もう。じゃあ今回はちょっとここで終了します。ちょっとこのままやるとね、事故が起きそうな気がするんで、一回ね、精神を落ち着けるわ。落ち着けてくる。はい、ではまた次回よろしくお願いします。お疲れ様です。